感じですか、ようやくという感じがどうか。いや、あっという間ですね、はい、あっという間、はい、キャンプからもうここまで来るのに早かったですね。チームの仕上がり具合というのは手応えと合わせていかがでしょう。いや、僕自身はすごい手応え感じてます。はい、はい、順調っていうとね、怒られるチームとかありますけども、うちのチームは本当順調に来てると思います。まずはね、大きな怪我人がなくここまで来たのかなっていう感じもしますが、そうですね、はい、開幕前ね、まあ、小さい故障はね、まあ、つきものなので、そこの部分はしょうがないと思いますけども、はい、本当にみんな、順調に来てると思います。で、監督、はい、今年の開幕投手、はい、今日の新聞に出ておりましたが、はい、石川投手ということからね、はい、監督から名言がありました。はい、どのような思いで石川投手という指名に至ったんでしょう。やっぱり一番ね、うちのチームの長老というかね、経験豊富なね、長老記者ですので、はい、もう彼に託して、はい、なんとかね、開幕の勝利を収めたいという思いで、長老にお願いしました。長老、はい、5年ぶりですけど、いや、もう長老、言われた時どうでしたか。いや、言われた時はすごく嬉しかったですね。てか長老っていう感じじゃないんですけど、ね、まあ、でも、監督のこの意気をですね、なんとか、はい、チームの勝利を持ってこれるようなピッチングしたいですね。そうですね、はい、またそのあたりで、ね、後ほど話を伺いたいと思います。よろしくお願いします、はい。さあ監督、はい、その他ね、はい、新戦力も投手野手ともにね、はい、期待できる名前が上がってると思いますが、はい、いかがですか。そうですね、特にね、外国人、はい、投手ですよね、はい、今年は新しくオーレンドルフ、はい、ブキャナン、はい、ギルメットとね、はい、取りましたのでね、まあ、ルーキーも含めて4人いますんで、うん、まあ、今のところこういろんな幅のあるというか、考えをちょっとね、頭がいろいろ使わなきゃいけないような状況になってきてますので、はい、嬉しい悲鳴だということだと思います。外国人枠が非常に難しくなりそうな、それで悩むことも出てきそうな、そんな感じですね。そうですね、はい、野手のね、外人も2人いますしね、はい、その辺本当により開幕に向けてね、一番いい選択を、うん、できるようにしたいと思います。それからルーキーではドラフト2位の星投手ですか。はい、いいボール投げますね。そうですね、まあ、1年目ですからね、はい、まあ、これからね、経験を積んで、もっともっとね、はい、やってほしいと思いますけど、うん、はい、それから何と言いましても、WBC ワールドベースボールクラシックに送り出した山田選手、はい、秋吉投手、はい、監督はやっぱりテレビで WBC とかご覧になって、はい、特別な目でやっぱりご覧になってんじゃないかなと思いますが、特別、まあ、なんか皆さんと同じような監督だと思います。応援して、はい、応援して、なんとかしないかなっていうような感じでいつも見てますけど、やっぱり山田選手が2本のホームラン打った時なんかは、よし今年やれるぞみたいな。そうですね、正直そこまでね、あまり調子が上がってきませんでしたしね、打順がなんか下がったりなんかもして、もっと山田どうですかねなんてちょっと心の中で思ってましたけども。ですよね。いえいえ、でもね、その鬱憤をね、本当に本人が一番感じたんじゃないですかね。はい、で、試合でやっぱりあそこでね、しっかり打てるというのはさすがに山田だなというふうに思いました。秋吉投手もいいピッチングしてますよね。長抑えで頑張ってます ね、はい、もう今度ね、アメリカの、ね、大会2試合でね、はいはい、どういう気になるか分かりませんけどね、本当にいい経験を積んできてほしいと思いますね。なんか秋吉投手帰ってきたらこう抑えを任せたいっていうのはね、監督のコメントも聞きましたが、まあ、流れの中でね、まあ、一番今ね、なんていうのかな、それはもうね、オールジャパンでもね、抑えという候補と言われているぐらいの期待ですからね、はいはい、その辺は敬意を表して、考えていこうと思います。あと、はい、敵ではございますが、オランダ代表バレンティ、オランダの4番素晴らしいですね。素晴らしいですね、あんなバッティングするんですね。チームバッティング。あまりね、普段見たことないんですけどね。あまりちょっとね、一発頼むぞバレンティンという、そういう見方でしたが。まあでも彼もね、本当にああいう、なんですか、国を代表してる中でね、戦ってこう、気持ちというか、すごいね、集中力を持ってやってますんでね、はい、あれをこっち戻ってきてもね、継続して、やらせれるようにね、僕らがしっかりメンタルコントロールをして、そうですね、はい、やってもらえ、やってもらえ、言ってきます。監督、私ね、はい、スタンドのヤクルトファンの皆さんがバレンティンの時にみんなでオランダ国旗を振ったら、
すごく集中するんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、あとそれとベンチの椅子の前ぐらいにね、国旗を置いて試合やらせようかなと思ったりしてます。オランダの国旗はいいですね。はい、目の前に置いてちょっとね、ですね、変わるかなっていう気もします、はい、そのあたりもね、大いに期待したいところだと思いますが、はい、佐監督、はい、今年キャッチフレーズが目を覚ませというね、ちょっとメッセージ性の強いものになりました、はい、監督のその並々ならぬ決意というのも感じたんですが。そうです、まあ僕自身ね、本当にこのチームね、まだまだいけると思いますし、ちょっと去年本当に自分の力がね、出せなかった選手が多かったと思うんですよね。だからまあそんな中で本当に一人一人がね、自覚を持って、しっかりね、目を覚まして目を見開いて、取り組めばね、必ずいい結果になるというふうに思いましたので、ちょっとなんか変わったキャッチフレーズですけども、目を覚ませ、思い切ってメッセージ性のあるですね、はい、してみました。これはもう選手そしてファンともに目を覚ましてしっかりとね、そうですね、まあ、なんか変な取り方するとね、ちょっと寝てたのかなとか言われる可能性あるんですけどでもそんなことはありませんので、開幕戦はい、ね、しっかりやります、はい、さあちょっとお時間の方もございますがですね、はい、最後に監督、はい、クルー会員の方からの質問にお答えいただきたいと思います、はい、質問が採用された方にはこちらのですね、さやさんの持っているサインボード、目を覚ませ、このサインボードをですね、今日の来ていただいている選手の皆さんサイン書いていただいてます、こちらをプレゼントいたします。質問が読まれた方はイベント終了後のに会場を持って4番5番入り口のクルー事務局までお越しください。さあそれではですね、質問参りましょう。番号がですね448173388。そんなに人いるんですか。すごい長い番号で間違えそうになりましたけども、この方はですね、監督への質問です、はい、今年の優勝はもちろんヤクルトだと思いますが、はい、ここは手ごわいなという他のチームはどこでしょう。難しい質問ですね。難しいですね。まあ、もちろん、ね、どこも手ごわいんですけどね、ただやっぱり去年ね、カープが優勝してますんでね、はい、まずカープをしっかり叩くことが大きいかなと思いますね。そうですね、はい、やっぱり鯉を叩いて、はい、つばめが浮上していきたい。ああ、うまいこと言いますね。ね、はい、ありがとうございます。はい、頑張ります。一応アナウンサーなんでありがとうございます。そういうことでございまして、はい、まずは各チームとも強敵ですけども、その中で去年優勝のカープということでございます。さあ、そろそろ真中監督にお話に聞く時間がなくなってまいりました。監督どうもありがとうございました。はい、すみません、ありがとうございました。拍手でお送りくださいませ。コートの楽しいフィナレスの選手たちもですね、楽しんでください。お先に失礼します。お疲れ様でした。ありがとうございました。